新チャオベトナム。本日お越しのパートナーの皆様、ご列席の皆様、おはようございます。コーテラスグループ、コスモスイニシア、TT キャピタルとの3社ジョイントベンチャーを代表として、この TT アビオ案件の発表にお越しいただいたことに、ご挨拶と感謝の言葉を申し上げます。皆様のご列席は我々のご期待でもあり、ご信頼の証でもあります。ベトナムのお客様のニーズに適した高品質な住宅を提供するというミッションの下で、我々のジョイントベンチャーが成立させました。住宅というのは住むところだけでなく、安全に暮らし家族の貴重な時間を残す場所だと考えております。その熱心さを込めた TT アビオは、我々のベトナム国内にて第1号の案件となります。 TT アビオは和風のライフスタイルとローカルの文化との特別なコンビネーションで、複数のアメニティやサービスを付与した案件です。我々ジョイントベンチャーは、住民が誇りに思えるような便利で持続可能な住宅環境を築いていくと望んでおります。設計および建設までの質に加え、勤勉な精神でスケジュールをコミットメントし、 TT アビオはご期待に添えるだけでなく、ビンズン賞にてこれから新しい住宅環境の基準を定められると信じております。コーテラスグループとコスモスイニシアとの国際経験や、 TT キャピタルのベトナム市場の豊富な知識で、TT アビオは今後この街の高品質で先端のライフスタイルの象徴となると自信を持っております。コーテラスグループの経営の理念としては、境界のない不動産と位置づけております。今回の協力に自信を持つ一つの要因でもあります。ベトナムは我々にとって常に最重要とされている投資先です。TT アビオは日本、ベトナムの好調な協力の象徴となり、両国の文化が交え合い、社会に新しい持続可能な価値をもたらすと信じています。最後に、コーテラスグループ、コスモスイニシア、TT キャピタルの3社ジョイントベンチャーを代表として、ベトナム人家族へ理想的な住宅の提供と、最大限の高品質な住宅のTT アビオにて実現するとコミットいたします。この案件にて、お客様のご自身とご家族の絶好な住宅環境が選ばれたことを誇りに思っております。 TT アビオは幸せなマイホームとなり、今後の豊かな旅の出発点となるようお祈りいたします。ご清聴ありがとうございました。